大谷翔平選手、エンゼルスから FA の最終候補にブルージェイズ、ドジャース、カブス、ジャイアンツ、エンゼルスの5球団が残った。1日、日本時間2日、スポーツ専門局 ESPN など米複数メディアが報じた。大谷とバレロ代理人は今週末にもこれらの球団と最終面接に臨むと伝えられ、 これが事実ならば、来週早々にも最終決断が下される可能性がある。大本美琴のドジャースに対し、対抗馬は当初、サプライズ球団、だった BJs だと見る向きも多い。通算65勝、158セーブの元左腕、ダンプリーサック解説者は、同日の米放送局 MLB ネットワークに番組出演。 e j ズが浮上してきたことに、驚きはない、と断言した。そうでない風を装ってはいるが、実は金持ち球団だ。カナダで唯一のメジャー球団で、本拠地トロントだけでなく、バンクーバーやカナダ全土のファンが後ろについている。しかも、オーナーはメディアの複合企業、ロジャーズコミュニケーションズ、で、 大谷翔平は最高の宣伝となる知名度を誇る。単なる野球の象徴ではなく、グローバルな象徴だからねこれに、ビンゴだ。とこうしたのは、著名スポーツライターのトム・ベルグチだ。グラウンド外の経済面も含め、すべて理にかなっている。チームに完璧にフィットする点で本命はいまだにドジャースだと思うが、対抗馬は BJs だ。 と指摘通りメディア会社がオーナーで、大谷以上にチケットを売れる選手はいない。しかも、大きな戦力にもなってくれるときている。さらに同ライターが強調したのは、本拠地球場ロジャーズセンターがドーム球場である点だ。これは翔平にとっては魅力的だよ。厳密なスケジュールに基づいて行動する彼にはぴったりだ。南カリフォルニアは雨天中止がなく、 スケジュール通りに動けたが、これはドーム球場も同様だ。最後は、しかも BJs は、2年連続でポストシーズンに進出している、強豪だ。ご存知のように昌平は勝利を重視しているからね。ドジャースとの札束戦争に勝てるかどうかはともかく、最後までレースに残ると見るね、と締めた。